エドワール・ダラディエ、エドワール・ダラディエ、エドワード・ダルドイエ、1884年6月18日から1970年10月10日は、フランスの政治家。3度にわたって、首相を務めた、在任、1933年、1934年、1938年から1940年。このほか17の閣僚経験を持つ、県民も含む、 1884年6月18日、ボクルーズ県カルパントラに生まれる。カルパントラのリセのグランゼコール準備級に通い、歴史地理学のアグレガシオンを最初に取得した。1909年、ニームのリセで教師に就任。1911年には、カルパントラの市長に選ばれた。第一次世界大戦では陸軍に参加し、兵卒から中尉に昇進して、 中大指揮官となった。1919年、求進社会党の党員として、ルーズ県選出の大議員、下院議員となる。彼はその風貌から、ルーズの牛と呼ばれ、人気を集めた。1924年に、エリオ内閣に植民地層として入閣して、以来、求進社会党の参加する連立内閣で7度閣僚として入閣している。 1933年には、ルブラン大統領の下で、初めて首相に就任した。内閣は9ヶ月で倒れたが、この時期のフランスの首相としては、長い部類に入る。1934年に、スタビスキー事件による混乱で内閣が倒れると、公認の首相に選ばれた。しかし混乱の収拾に失敗し、大規模な反政府デモで死者が発生した責任を取り、 わずか10日で辞職した。1936年には、急新社会党党首となり、ブルムの人民戦線内閣の国防大臣となる。しかし、急新社会党は共産党と対立しており、1937年の人民戦線内閣の崩壊を招いた。タンブルムの短期間の内閣が続いた後、1938年、三度目の首相に就任した。 1938年9月24日、ドイツがチェコスロバキアにズデーテン地方の割譲を要求すると、ダラビエはチェコスロバキアとの相互援助条約に基づき軍の総動員令を発令した。再度の世界大戦が懸念される中、9月29日にミュンヘンに英仏独位4カ国の首脳が集まりミュンヘン会談が開かれた。会議では、 対独優和政策に基づいて、イギリスと協調し、チェコスロバキアに、ズ・デーテン地方等の割譲を要求する、ミュンヘン協定に調印した。各国の動員は解除され、帰国したダラディエは、世界大戦を回避した首相として国民に、熱狂的に迎えられた。しかしこの時、補佐官のサンイコールジョン・ペルスに対して、この連中は正気ではないと語だという。 イギリスのネビル・チェンバレン首相と同じくドイツに対する弱腰外交を展開したと見られがちだが彼自身はドイツへの不信から融和政策に回帰的であった。しかしエドゥアールは国防省経験者でもあったためフランス軍がドイツ軍と戦える状態でなかったことを認識しており軍の体制が整うまでの猶予期間を得るためにやむを得ず融和政策を遂行していたのである。 1939年にドイツのポーランド侵攻が起きると、ドイツに対して戦線布告し、第二次世界大戦が始まった。しかし、ドイツの報復を恐れる、あまりに活発な海上戦闘とは裏腹に、ドイツ領土への攻撃には極的であり、フランス軍はフランスベルギー国境周辺でとどまったため、花戦争、まやかし戦争のフランス名と揶揄された。この間、 不そ相互援助条約を保護して、ドイツとの独祖不可侵条約の秘密議定書に基づいて、ソビエト連邦が行ったポーランド侵攻や冬、戦争によって、議会でも大祖先生を求める声が高まった。ドイツに石油を供給する、ソ連領のコーカサス地方への爆撃を提案するも、ソ連への宣戦線布告を嫌ったイギリスから拒否されたため、ソ連の冬戦争を口実に、 スウェーデンの鉄鋼山やノルウェーの港を占いすることでドイツへの鉄鉱石供給を停止する計画で英物は一致した。しかしこの計画はドイツとソ連を敵に回すことを恐れたスウェーデンとノルウェーに拒否された。1940年3月冬戦争でのフィンランドの敗北を受けて議会ではフィンランドを支援できなかったダラディエに対する批判が高まった。 3月21日に内閣は総辞職し、レノーが後継首相となった。しかしレノーは無党派であったために求新社会等の支援を求め、エドアールは国防省となることを条件にして入閣した。5月9日、レノーは連合軍総司令官であったモーリス・ガムラン陸軍参謀総長を弾劾して、鋼鉄を求めたが、エドアールはガムランと友人であったために反対。 鋼鉄は否決された。5月10日にナチスドイツのフランス侵攻が始まると、フランス軍は各地で敗北した。これらの敗北は、ガムランの切烈な戦争指導も一因とされている。5月20日には内閣改造が行われ、エドアールは国防省から外省となり、ガムランも総司令官から解任された。6月にフランスが降伏し、ビシー政権が成立すると、 エドゥアールはモロッコに逃亡した。しかし8月6日には逮捕され、拘束された。1942年にはリヨンにおいて、フランス敗北の先般として、ビシー政権の主催する裁判にかけられたが、判決を受ける前に裁判は中止された。1943年には、ブルムと共にドイツに連行され、ブーヘンバルと強制収容所に収容された。後に、 上流階級出身者や有名人が収容された、チロルノに移された。1945年、イッタージョーの戦いを経て収容所から救出された。戦後は1958年まで大議員議員を務めたが、シャルル・ド・ゴールの第五共和制の成立には、ピエール・マンデスイコール、フランスと共に反対している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。